はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、とっちゃんです。今回は AEK バルクコマンドをやっていきたいと思います。これね、なんか、これも教えてもらって、リスナーさんからジャングルマット1本、上振れするまで頑張って構成すると、すごいのできますよ、ということで、やってみたら、とんでもない AEK バルクコマンドができました。で、一応俺のサコノエルと比べてみますと、こんな感じですね。サコ、これバルクコマンド攻撃防弾かつ35だよね。で、攻撃 1体倒すことによって、1人倒すことによって、通常時爆破とかでは3まで上がる。だから50超えるってことですね。で、こちら、サコに関してはですけど、まあ、バルクコマンドよりも、ね、射程も連射も扱いやすさもいいんですけど、バルクコマンドの方がそういうオプション能力もあるというところと、火力もちょっと高いのかな。ね。というわけで、非常にバルクコマンド、これ優秀な武器が完成しております。正直ここにサコぶち込みたいぐらいだよね。これサコ入れたら強いな。サコこのまんま行ったらすごい。というわけでね、こちらのバルクコマンド強いですよと、お手軽に強くなりますよと教えてもらったやつやっていきたいと思います。さあやっていきましょう。取れてると思ったら取れてなかったです。さあ頑張っていくよ。おい、危ねえ、危ねえよ。危ない。さあ、そこでもやられるというね。まあ、知ってましたよと。いう話ですよ。俺もやる、俺もやる。ちなみに右クリね、あんまアルフォーのような強さはないので、使わなくていいです。ほんとね、しょぼいんで。ガチで火力だけはマジで。ダンボールが敵に見えた。もう俺ダメかもしれん。あれ？いない？いやー倒したかった！いやーちょっとね。反動ですよ、反動。抑えきれてない。この反動。この衝動みたいな。ちょっとねー。ダメージはいいんですけど、俺も連続キルした。いたいた。連続キルさ。あーちょっと待って、落ちたよ。こっちか。連続キルしたいんですけどね。お、何？撃たれた？今。撃たれてたね。ただ火力だけは本当にダメージ取ってるもん。非常に優秀です。なんで？あれ取れないの？今めっちゃね。おー、横から。今めっちゃね、ドクタク取ろうとしたの。絶対足元に落ちてると思って。全然取れなかった。下手くそかよ。手榴弾強敵。さあ一旦リロードしたいです。私しゃがみが強いんですよ、ここでの。ああ、そんなに荒らしてる。うそでしょ、そんなとこいんの。やばっ、やばすぎでしょ！マジ？バーンを切ってたん、そこで。びっくりしちゃった。てか、そういえばね、全然、あれだったね。敵倒した時の火力上がるよっての気にしてなかったですね。全然気にしてなかった。いや、本当はね、絶対結構上がってるはずなんだよ。やっぱそれは爆破じゃないと分かんないからね。殲滅だとまあ上がるっちゃ上がるけど、あんま体感分かんねえから。どうせ削れてっから大体。ねえ、爆破でね、しっかりそういうとこ見ていきましょうね。さあ、やっていきましょう。さあ、ぐる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 回っていこう。来ないかな。やっぱりね、3キルぐらいしてね、やっぱ見てみたいよね。そのどんぐらいの差があるかっていうのを気になる。センターちょっと多いのかな。前方に手榴弾、手榴弾投擲。グレネードだけ置いときましょう。これ、そういえばさ、入んのかな？これ、あれでのダメージも入んのかどうか気になる。グレネードとか。いや、ここで置いてあげよう。
まあ、そうなるよね。ああ、どうやったー。作戦は失敗だ。ここやれたらマジいけたな、今。勝てる自信あったな。手榴弾投擲。さあ、素晴らしい。前方に敵だ。手榴弾投擲。手榴弾を使うぞ。しかしダクトか。さあ、こんなことしてるうちに、入ってるってこと？入ってたんだ、やっぱね。いや、落ちない。敵制圧。再装填リロード。あ、シーパーあるやん。シーパーあるやん。ナイス。一発33.7、30.1。ここすごいんだけど、火力。やっぱり攻撃力すごいですね。40後半になってくると、まあ、この間の AK200 の時もそうですけど、火力がだいぶ、やばい火力になってきますよね。ほんま落としなかったな、今。違うんじゃないか、これ。あ、しくった。しくった。まあ、一中が非常に、まずい展開ですが、あ、これはもうね、もうしょうがない。手榴弾投擲。いや、俺じゃない。さあ、これはもう後ろから。全力でアピールしましょう。あ、強すぎ。あ、そっち。作戦は失敗だ。66.5、2発落とし。釣れたんじゃないかなと思うんだよね。ここにスモーク焚いたから、多少なりともね、入ってくるっていう可能性をね、残したから。でもやるならあともう5秒ぐらい早くできたなと思う。ちょっとね、迷いすぎちゃいましたね、今のは。ここで置いとかないと非常にまずい。だがしかし、個人的にはもう置いて離れたい、2側に行きたいんだが。まあそうだよね。今向かってる。まあ、ここでね、斜め置きするだけですよ、私は。C4 発見。マジ強っ。いやー、落とせない。なんとなく分かってたんだけどね。ちょっと走りながら、一発でも当たればって感じ。こうやって出る武器じゃねえな、これ。マーシャルとかじゃねえもん。なんだろうな、もうちょっと連射精度が高ければいいんだろうな。あんまり見ないんだよね、これ使っても。マガジンチェンジ。
あ、後ろや。支援が必要だ。いやー落とせなかったし、いや分かってた、上にいんのは分かってたよ。でも目の前をやるしかなかった。あーもったいね。さあ尻尾は私が持ちましょう。あ、グレネード来そう。大丈夫、行っていい、行くよ。決め打ちだけはガンガンしていくよ。マガジンチェンジ。あ、来る。いや落とせない。ありがとう。サンキュー。 あそんな、ごめんよ。はい、まあ、というわけで、まあ、バルクコマンド、まあ、普通にこうやってね、合成して、攻撃力を通常よりも上げて使っているわけなんですけれども、個人的にはね、これを、素材として、このまま、で、別な武器にぶち込むっていうのがいいのかなと思います。例えばね、俺のこの、タコみたいな感じの、イメージでやったりするのが、ちょうどいいんじゃないかなと思います。ね、これだったらね、すごいいいと思う。で、あとは、AK の、ジャングルバットなんですけど、やっぱ集団がそんなに、ね、ジャングルバットだから、あんまり上がってないんだよね、集団がね。だから、この集団さえなければ、強いんじゃないかなと。ライスケースとか入れたいんですけれど、M2 バロンとか入れたいんですけど、入れたところでっていうようなね、これカスタムがないんで、まあ、よっぽど AK 好きっていう人じゃなければ、やんなくていいんじゃないかなと、個人的には思います。あとは ACR ですかね。ACR の最近流行ってるのが、なんか、ナイトビジョンだったり、コマンドだったり、なんか、ありますね。あれが流行ってるんで、まあ、時間があればあれもやっていこうかなと思います。今ね、ユーロがね、5万ユーロぐらいしかないんで、なんもできないんですけど、まあ、時間があればやっていきたいと思いますので、楽しみにしててください。というわけで、今回はここになります。お疲れ様です。